こんにちは、中島です。早速なんですけれども、今回のテーマ、今年一番〇〇だった本ということで、僕のテーマ早速発表しますが、今年一番ビブリオっぽかった本ということで、やってます。で、ここにおられる方はビブリオバトルが大好きな人なので、こういう期待があったんじゃないかなと思うんですが、例えば新書のビブリオバトルの本だとか、本は読みたくなるような本の紹介をするんじゃないのかなと期待してこられた方、には申し訳ないんですが、僕の、紹介する本は、ゴリラの森でうんちを拾う、腸内細菌学者のフィールドノートという本を紹介します。ということで、僕が言ってるビブリオっていうのは、いわゆる腸炎ビブリオとかそういうビブリオの、話ということで、はい、ありがとうございます。はい、直接的にこの本にビブリオ、腸炎ビブリオは出てこないんですけれども、腸内細菌のお話ということで書かれた本なんですが、この著者の方は、京都府立大学というところの、先生で、腸内細菌についてやられてます。で、主に哺乳類といいますか、類人猿、ゴリラとかチンパンジーとかの、腸内細菌というのを、実際に現場に行って、うんちを拾ってきてそれを調べると。で、ただ、タイトルから見て分かるように、専門書じゃないです。はい、こんなタイトルの専門書ないですからね。で、じゃあなんで、こういうタイトルがついてるかっていうと、副題にフィールドノートってあるように、これは実際に著者の人が、いろんなところに行ってどういうことをしてたのかっていうような、いわゆる日記のようなのが中心なんですね。で、著者の方アフリカとか、アジアとかで、後半最後の方に南極とか砂漠とかも行かれるんですけれども、実際に行って何をしてたとか、何を見たとか、現地の人がどういうものを食べてたのか、ゴリラがどんな様子だったかっていうようなことを中心に書いてるので、基本的には何の専門知識もなくても読めます。で、じゃあなんでわざわざ、森に行ってゴリラのうんちを拾うのかと言いますと、僕も、微生物、バクテリアを扱って、修士の学生をやってるんですけれども、やっぱり実験室で、飼いならされたバクテリアっていうのは、実験室のバクテリアなんですよ。でも僕らとしてはやっぱりそのバクテリアが環境中で、いつどこで何をどうしてて、彼らはどういうふうに生きてるのかが知りたいと。だからやっぱりより現場、この場合だったら腸内ですね、にで、サンプルを取ってきたいという思いがあるから、やっぱりお出かけするんですね。で、じゃあ動物園じゃダメなのかっていうと、動物園は動物園で飼いならされたゴリラとかチンパンジーはいるかもしれないんですけれども、現場の森で何を食って、何をどういう行動をしてて、その中の腸内がどうだっていう、やっぱりその現場に行って行くっていうのは非常に大切と。だから実験室よりも動物園、動物園よりもゴリラの森でうんちを拾うことが非常に大切というような熱いメッセージがあるんじゃないかと、僕なりの解釈なんですけれども。で、ちょっと日記のような感じなので、実際にアフリカの例えば ギニアとか、どこだったかな、アルジェリアとか、ちょっとガボンとか、なんかちょっとマイナーな国の、実際 その自然豊かなところにいて、見てると。で、例えば、そうですね、その周りの現地の住民の人たちもについても書かれてると。で、現地の人たちがどういうものを食べてるとか、ゴリラがどういうことをしたとかっていう感じで、ある意味ではそういうちょっとマイナーな地域とかの旅行記としても楽しめますし、文系の方だったら文化人類学って多分あると思うんですけれども、いろんな各地の文化でどういうふうに生活してるのかっていうような意味でも十分楽しめます。で、各章の最後のところに、いわゆるコラム的な感じが、ちょっとすぐ出てこないですが、コラム的な感じで、例えば大腸菌って何とか、乳酸菌って何とか、どうやってバクテリアを調べるのっていうのが2ページか3ページぐらいでレクチャーっていう項目で載ってると。なのでこのページの大部分は実際にそこに行って何を見たか、何を感じたか、ゴリラがどういうふうにしてたとか、例えばゴリラがガムを噛んでたとかで、っていうようなことが書いてあるんですね。で、やっぱり食べ物っていうのは僕ら光合成ができないので、食べるものと腸内っていうのは非常に深い関わりがあるので、その現地の人たちとか、その実際の環境に何が生えてるとかっていうのと一緒に絡めながら見ると非常に面白いということで、ちょっと時間がなさすぎて紹介したいこと半分ぐらいしか言えてないんですが、アジア、アフリカ、南極などなどいろんなところに行った気になりながら、食べるとは何ぞやとか、
町内について勉強していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。質問がある方は挙手をお願いいたします。素人考えでは、そのうんちはほかほかうんちとカラカラうんちだとほかほかを狙っていくんじゃないかと思うんですけど、その辺の苦労話とか。なのでここにもあったんですけれども、ゴリラとかチンパンジーは兼尿カップとか兼便カップを渡すわけにはいかないと書いてありまして、なのでこう実際に動きに合わせてそれを追っかけていって、うんちがポロッと落ちたら急いでタタタッと取りに行くっていうような描写もちゃんと書かれています。やっぱりほかほかうんちがいいということですね。ありがとうございます。それでは次の質問の方。旅行機として楽しめる一冊ということだったんですけども、中島さんが実際に本に書かれてた場所の中で行ってみたい場所がありましたら教えてください。正直アジア、アフリカはいいです。いや面白い食べ物とかいろいろ書いてあるんです。例えばなんかそうですね、いろいろ書いてあったり、ラクダは意外に凶暴だとかいろいろ書いてあるんですけど、やっぱり怖いので、どっちかっていうと南極とか砂漠とか僕のいつもの専門に近いようなところだったら行きたいなと思います。ありがとうございます。もう一方いきますでしょうか。やっぱり現場のものは違ったっていうのを結果的なところ書いてあったりしますか。ちょっとそのこれはいわゆる日誌的な感じなので実験結果そのものは載ってないんですけれども、新しく分かったこととしていくつか書いてありまして、例えば豚だったかの家畜の中の腸内のがこうだったとか、あとチンパンジーの腸内からなんか、バクテリアではないんですけれどもちっちゃい原生動物っていうのが見つかって、それはチンパンジーになんか特異的なものでなんか学名にはチンパンジーなんとかみたいなのがついてるのがいたよみたいなことは結果もちらっとだけ書いてます。ありがとうございました。それでは、時間となりましたので、中島さんの発表をお願いします。ありがとうございました。